上々級の教会長に魅せられた未浄お勤めを通してご守護を頂い,いた経験からケニアでの布教ヒノキ神活動につながるまでの白熱の道中をお話しくださるのは「天理教宮の人文教宮文会長中熊義政先生ですよけチャンネル」のご視聴の皆様こんにちは。 冒頭から失礼なご質問なんですけれども、皆様は朝夕のお勤め、毎日勤めておられるでしょうかご存知のように、朝勤めは充電なるご集合に生かされていることに御礼申し上げ、今日一日、お節めしに沿って遺産で勤めることをお誓いし、また今日も無事無難に通らせていただけるようお願いを込めて勤めさせていただきます。そして夕勤めでは、 一日を結構にお連れ通りいただいたお礼と反省、そして明日への祈りを込めて詰めさせていただきます。私は朝夕のお勤めを通して、一日々の結構な暮らしがご守護をいただけ、一日々の積み重ねが月々、年々、そして一生へと続いていくと思うのです。朝夕のお勤めは時間にして約10分程度ですが、教会では必ずお勤めをいただいていると思いますが、 各家庭となると、なかなか、勤められるのが難しいのではないかと思います。おで先に、日々に早く勤めをせき込めよ。いかなる難も皆逃れるで、日々結構に勤めをさせていただくことによって、どんな難も逃れさせていただくという意味だと思います。どのような難しくなる病でも、勤め一療で皆助かるで、どんな難しい病気でも、お勤めを通して助けていただくということだと思います。 この務め何のことやと思っている世界を治めて助けばかりを世界平和をこのお勤めによっていただけるということだと思いますこの務め何のことやと思っているよろず助けの模様ばかりをお勤めを通して全てのことを助けていただくとお教えていただいていると思いますもちろんこのお歌に出てくるお勤めとはおじばすなわち教会本部で勤められますかぐら勤めの利用 通じてご守護をいただく姿を表してくださっているわけですが、その利用いただいて、勤める各協会の月並み祭や朝夕のお勤め、お願い勤めなど、いわゆるお勤めを通じて同じようにご守護をいただけるのだと、私は上々級赤野文教会長様の未上助けをされていた、島村広吉高知大教会四大会長様のお助けの姿や、 その後の赤野の会長様の務めに対する姿勢から実感をさせていただきました。私どもの上場級である赤野文教会長様が未曹に倒れられたのは今から23年前の1998年1月17日の夕方でした。同幹部の出血により一命も危ない状態の中、大教会長様を真にお願い務めを務めさせていただき、 部内一同で何とか命のご守護をいただきたいと大きな利立てをさせていただきました。深夜に大手術が行われ成功はいたしましたが、意識不明の状態が続き、皆医者からは命は助かっても植物人間になるかもしれないと言われました。医者からまた意識不明から抜け出せるかもしれない方法の一つとして、 耳元で親しい人たちが声をかけることが有効だと聞かれた大教会長様は声をかけると同時にお勤めの自歌である三河歌を聞かせるのがいいと思いつかれ三代新橋様の三河歌の CD を流すようにされたそうですそうしますと意識不明であった赤野の会長様の唇が三河歌を歌うかのごとくかすかに動きその時に大教会長様は これは意識が戻るご守護をいただけると確信したと10回されていました。それを機に危険な状態を脱するご,とご守護をいただかれました。しかし、たとえ意識は戻りましても、38歳の若さで言語障害並びに半身不随という大きな後遺症に、会長様のショックは激しく、自暴自棄に陥られることもございました。半年の入院生活を終え、 収了会に入られ、そして終了後、代表会長様は赤野の会長様にお勤めを務めることを勧められ、大教会の月並み祭にも前半の体育を務められるようになりました。また、赤野文教会の朝夕のお勤めに不自由な体にもかかわらず、豪華の右手にまず標識を持たせて、動く左手でカチカチと標識を打たれるようになりました。 私は会長様の御見城から毎月福岡から高知まで行かせていただき、月並み祭を詰めさせていただくようになり、朝夕のお勤めでは太鼓を打たせていただいていましたが、会長様は最初の映が出ませんので、いつ始まるか目視していなければ表紙に合わすことができませんでした。もちろん自唄も歌えない状況でしたが、それを根拠よく詰められるうちに、徐々に え、が出だし、自唄の声も歌え、自唄も歌えるようになってこられ、その後だんだんと立ち振る舞いも良くなり、言葉も片言が喋れるようになり、そして会話ができるまでご主語をいただかれるようになりました。そして、苦節5年、2003年の赤の文教会創立110周年記念祭には祭祀を止められ、必死に祭文を読まれました。 その時、古車をしながら、私は感激の涙に暮れながら、とにかく無事読み終えられるようにと祈り続けていました。海賊様は無事読み終えられました。その時の感動は未だに忘れることができません。ご自身の魅了を通じて、朝夕のお務めの大切さ、そしてお務めを務めることで、必ずご守護をいただけることを教えくださったのだと思います。 その頃の私は、我々のように、親譲りの信仰者は、自分が助けられた経験を持つ者が少なく、また助けられていてもそれを感じることができない。頭では神様を理解し、親様ご前命の理も分かってはいますが、神様を体感していないので、神様の御用をする意欲にかけ、特に匂いがけ、お助け、お供えなどに対しての姿勢は、 消極的な進行者が多いと思って悩んでおりました。この状態を打破する手立ての一つとして、不況の家での入寮を積極的に進めていました。一年間が、一年間の入寮生活は長く、また会長は入寮できない規則もあり、それを打破する手立ては父たる歩みでした。幸い、私自身は18歳で心臓病の未了をいただき、 ご守護をいただいた経験が、神様を体感した、この道の強烈な信仰体験であり、これが御用を務める上でのエネルギーになり、さらに、不況の家での体験が大きなバックボーンになっていました。この二つの経験から、何かの、何か神様を体感できるプログラムをと考える中で出会ったのが、高安部内、口ブ文教会前会長、 山崎白雪先生を中心として行われていたアフリカお助け隊の存在でした。当時、陽気市場でも掲載され、興味を持っていた矢先、友達の四季島部内雨宙文教会長小崎博士がそのお助け隊に参加をして、生の声を私に聞かせてくれました。そしてその話を聞いたとき、この活動なら、 短期間に神様を体感させていただくことが可能だと思いました。早速、妻をはじめ、部内協会や部内不協所等に相談をし、募集をいたしましたところ、妻を先頭に、まず、道の代である会長夫人が率先して行かせていただくとの申し入れで、部内協会長2名、会長夫妻に、会長夫人3名、不協所長夫人2名、 部内後継者1名の計8名がアフリカお助け隊への参加を申し込みました。しかし日程が合わず、急遽会長である私が同行して宮野人単独の9名にて、ウリューン教会部内南北不況症を頼ってケニア中西部のビクトリア湖から車で1時間余り離れたボンドタウンへ、宮野人ケニアお助け隊として2003年、 2月18日から25日まで第1回目のお助け隊を派遣することになりました。その当時、ケニアに行くには病気や治安の問題などたくさんの不安材料がありました。病気もマラリアをはじめ結核、エイズ、破傷風、狂犬病など命に関わる病気が多々あります。当然医療体制も整っていない状態でした。 もちろん治安も絶対安静だとは言い切れず、正直生きて帰ってくれるだろうかという不安さえあったほどです。当時高校生3年生でありました後継者に金庫の分け方を教えたり、またもしもの時にはどうするなどを伝えてへの出発でございました。また部内の会長や夫人など有望な方々を引き連れての 渡航でもありましたので、現地で神様を体感するという成果とともに、無事帰国することが引率者である私にとっては、計り知れないプレッシャーでもありました悩みの種でもありました。そんな時、上上級の会長様の朝夕のお務めを通して、ご使用いただかれる姿を目の当たりにして、宮の人ケニアを助けたいの成果と安全も、これは神様にお働き、 いただくしかないと感じ、それらのご指導をいただくために、毎日朝夕のお勤めと、十二九だりのお願い勤めをさせていただこうと思いつきました。ケニアへの渡航は関西空港を真夜中に出発する便でしたので、まず協会本部にてお願い勤めをさせていただき、関西空港では夕勤め、経由地のドバイ空港で朝勤め、 ボンドのタウン近くのキツム空港で夕勤め、その後は滞在ホテルの中庭にて朝夕のお勤めと12区代のお願い勤めをさせていただきました。空港内やホテルの庭での朝夕のお勤めはもちろん神様を祀っているところがないわけですので、お父ば方向を考えながら勤めさせていただきましたが、その時に再認識したのはお勤めはどこにいても、 どんな場所でも勤められることができるということでした。県野では、麻生勤め終了後、12区りのお願い勤めをさせていただき、そして日中は、炎天下の街角で夜18種を勤め、路合公演、そしてお授けのお取り次ぎを辻々でさせていただく中に、病院や一般家庭などへのお授けの取り次ぎができるようになってまいりました。 そのお助けには、日本では到底経験できないお助けが多々ございました。結核の末期で、藁屋根、土上の家の土まで血を吐き、苦しんでおられる方へのお助けには、申し訳ないことですが、一瞬、たじろいでしまいました。でもその瞬間、日本でも結核が蔓延し、そして家族でさえ感染を恐れて、 近寄らなかった結核の魅了者に、天理教の不教師が足しげくお助けに励まれ、そして壮絶なお助けをされたというお話を思い出した瞬間、申し訳なさで涙が出て涙ながらにお授けの取り次ぎをさせていただきました。また、部内の女性会長は、足の傷を医学的な処置ができずに放置していたため腫れ上がっ 傷口が裂けて骨が見え、うじ虫まで湧いている状態の方にお授けのお取り継ぎをさせていただいた時のことは今も忘れられないと10回しています。また病院で原因不明で苦しんでいる方にお授,けのお,りお授けのお取り継ぎをさせていただいたところ、翌日には元気になっていただく不思議も見せていただきました。 壮絶なお助け話はまだまだ多々ございますが、この辺りで本題に戻したいと思います。そんなお助け活動の中に一人の青年と出会い、彼から私たちと同じように人助けがしたいと帰国後手紙が届きました。半年後彼と再会し、真意を確認し、さらに半年後に再会するまでに十二下りのお勤めを覚えたら、 収容家に招聘してあげると約束をし、ケニアで布教活動をしている仲間に彼を預けました。半年後、彼は見事に牛肉だりのお勤めを覚えて再会をし、私たちを驚かせてくれました。そこで彼をおじまに招聘し、収容家、教会住み込み青年、検定講習と育て、帰国後布教をしたいという彼に青年をつけて送り出し、 本格的な布教を2004年から始めさせていただきました。このように道がついたのも、朝夕のお勤めと、十二下りのお願い勤めのおかげであると思います。もちろん一番危惧いたしておりました、隊員の未上は、以後、お助け隊を6時にわたり、延べ53名が参加をさせていただきましたが、誰一人として、 未曾に倒れるものはなく、勤めさせていただきました。今は私と妻、または後継者との渡航になっていますが、朝夕のお勤め、十二下だりのお願い勤めは続けさせていただいております。空港内でのお勤めを、搭乗ゲート近くで勤めさせていただくことが多いんですけれども、その中で気づいたことがございます。それは、国際空港には礼拝場があるという事実でした。 空港内の礼拝場は主にイスラム教徒のための礼拝場です。興味があっていろいろ調べてみますと今は東京駅にもあるそうです。しかしこれは誰が使ってもいいということだそうですので今度行った時にはお勤めをさせていただきたいと思っています。また全国5カ所のイオンモール内にもイスラム教徒用の礼拝場が設置されているとのことです。 確かにイスラム圏の観光客の増加で設置をされたわけですが、私はその状況を見て、いつも寂しく悔しい思いを持っています。ですから余計にいろいろな国際空港でお勤めに励んでおります。夢は何世紀かのに天理教の礼拝施設も空港内に察知設置されることです。そのためには我々もいろいろなところで攻めて、 朝夕のお勤めをさせていただくことを提案したいと思います。その輪が広がれば、私の夢も実現できると思うのです。月並み祭を務めるのは当たり前ですが、日々に朝夕のお勤めを務めることが、日々を結構に過ごさせていただける種だと思います。まずは、教会、布教所、校舎、そして各養木家庭で朝夕のお勤めから始めさせていただきましょう。 次にヒノキシンについてお話をさせていただきます。ケニアでは町の清掃をするという習慣は見られず、町中がゴミだらけでした。ケニアで本格的に布教を始めた翌年の2005年から毎月第3水曜日にヒノキシンデーと定め、清掃ヒノキシンを始めさせていただきました。しかし、あまりにも大量のゴミを処理する,するところもなく、 役所に声をかけたのがきっかけで、役所、職員、一般市民までもが参加しての活動に輪が広がり、現在は30名から50名ほどの参加者で賑やかに努めさせていただけるようになり、さらに街中に鉄製の大きなゴミ箱が各所に設置されるようになりました。さらに、活動日以外にも清掃をする一般人を見かけるようにもなりました。 清掃の文化がヒノキシンを通じて広がったのだと思います。ありがたい姿です。またこのヒノキシンがきっかけとなり、ケニア政府から派遣された行政官であるタウンクラークや市長、議員などにもつながりと、天理教に対する理解と信頼を得ることができ、2011年に天理教の施設を作るためにと、役所から土地をまず郊外に 約4200坪をいただき、続いて翌年の2012年には、町の近くに約1200坪の土地を無償で提供をしていただき、現在その地に布教所を建築し、布教所として、拠点として進めております。また2012年の5月には、タウンクラークをはじめ、議員の代表の方々3名がおじわ帰りをしていただきました。要望となって、 帰国をししてくれました。その後、ボンドタウンに消防車を起動させていただくことができ、そのことから行政機関への信頼は確固たるものになり、ボンド出身の副知事がぜひお自腹帰りをしたいとの申し入れをいただいています。さらに、学校の奨学金制度を模索、実行にご尽力いただきました、小学校の校長先生ももっと天理教を勉強したい、 と、おじわ帰りを計画してくださっています。2019年、ボンドタウンで開催をさせていただきました。天理教婦人会創立110周年決起の集いには、100名ほどの、100名を超す参加者のご指導もいただくことができました。このような共生のご指導をいただけたのも、朝夕のお勤めと、猪木新の実践のおかげだと思います。今はコロナ禍のため、渡航ができずにおりますが、 現地人布教所長が遺産で匂いがけを助け、ヒノキ神に励んでくれています。コロナ禍の日本で布教が難しい状況が続いていますが、ヒノキ神はできると思います。立教185年には全教一斉ヒノキ神で提唱90周年を迎えます。コロナ禍の時代だからこそ、ヒノキ神を通じて世界中の方々に、神名を広め世界中の方々に助かっていただけるよう、 皆さん、ヒノキシンにも励ませていただきましょう。朝夕のお勤めとヒノキシンをお互い率先して勤めさせていただくことを提唱して、私のお話を終えさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。